今まで、リレーでっていう形で代表に入ることしかできていなかったので、個人で1番で派遣標準を切って入れたというのは自分にとっても、まあ、納得いかない結果でもあったんですけども、少しほっとしているかなという感じです。まあ、やっぱりリレーは4人まで、1つのレースで4人までで派遣標準を切ればいけるっていうのもありますし、まあ、やっぱ個人に比べると少し、まあ、選考基準は甘いのかなっていうふうな自分の考えもあったので、まあ、しっかりと個人種目で、切符を取ることができてよかったです。まあ、去年の12月に、まあ、世界短水路大会で 200m バタフライ出させてもらったんですけど、やっぱりその自分にとってもその大舞台でバタフライを泳げるっていうのは一つの目標でもありましたし、こうやって代表権を取ることができて、またさらに7月に向けて、自分の中でもバタフライで戦っていこうという気持ちがやっぱり強くなってます。そうですね、マロンドオリンピックを終えて、まあ、近い年の萩野選手であったりとか、まあ、本当に日本チーム多くのメダルが取れて、自分でもすごく刺激になりましたし、そのすぐのインカレや他の大会でも自分バタフライがすごく良かったので、今年に向けてしっかりトレーニング積んできたつもりでしたし、それがこういう結果につながったと思います。そうですね、本当に近い年代の選手もたくさんいますし、といってやっぱりその引っ張っていってくれる先輩方もたくさんいらっしゃるので、そういった意味ではすごくやりやすいというか、もちろん下の選手にいじられたりすることもありますけど、それも楽しみながら雰囲気いいなと思ってやってます。まあ、日本選手権では、それまで事前合宿を行っていた泳ぎと、大会会場で行ったアップでの泳ぎが少し、乱れが出てしまって、変わってしまった部分があって、で少し自分の中でもうまくいかないところがあったので、まあ、ヨーロッパグランプリに選ばれたりとか、他にもやっぱり5月にはジャパンオープンで泳ぐ機会があるので、そこでやっぱりアップでの泳ぎを本番でもできるように、やってきた泳ぎをレースで活かせるような練習を中心に取り組んでいきたいと思います。まあ、200m バタフライっていう種目に関しては、やっぱ誰もが最後バテていく種目だと思うので、そこで、僕が最後 50m で、まあ、世界の強い選手を、抜かしていけたらいいなと思っているので、ぜひそこを見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。